1937年、バージニアデア生誕350年を記念して発行された郵便切手バージニアデアはアメリカ大陸で首相した最初のイングランド系白人。ジョジ、洗礼を受けるバージニアデア1587年8月18日、バージニア植民地内のロアノーク島に作られたロアノーク植民地にてアナニアスデアとエレノアデアとの間に出生。 名前はバージニア植民地にちなむ。母、エレノアデアは同地への植民者遠征隊の指導者、ジョン・ホワイトの娘であった。1587年7月22日にホワイト、率いる遠征隊がロアの奥島に上陸、そのおよそ1ヶ月後にバージニアが誕生した。この頃、ホワイトは近隣にいる先住民のクロア単族との関係の再構築に努めていたが、難航。 さらに植民者の一人が殺害される事件が起きたため、植民者たちは自分たちの生命が脅かされていることを恐れ、ホワイトにイングランドへ戻り、植民地の事情を説明して援助を求めるよう説得した。ホワイトがイングランドに向けて出発した時、植民地には115人の植民者が残った。この中には、生まれたばかりのバージニアとその両親も含まれていた。ホワイトは、 翌1588年、ロアノーク島に向けて出港したが、人為的な事情でうまくいかず、一旦イングランドに戻った。さらに当時は、スペインとの戦争が続いていたことから、ホワイトは3年間ロアノーク島への帰還が、叶なわなかった。1590年、ホワイトはようやく帰還の目途がつき、孫娘バージニアの3歳の誕生日である8月18日に、ロアノーク島に上陸したが、 開拓地は荒廃しており、植民者たちは一人残らず消えてしまっていた。これ以降、バージニアデアの消息は他の植民者ともども永久に不明のままとなった。トマス・シーパラモアはカイロイ・ジョンソンとの共同著書、事実と伝説の中の失われた植民地で、バージニアデアのその後の消息について次のように書いている。1610年頃まで、 タスカローラ族の国で失われた植民者たちの一部が生きていたという証拠は印象的である。1608年にジェームズタウンの開拓者、フランシス・ネルソンが描いた現在のノースカロライナ州内陸部の地図はこのことの最も雄弁な証拠である。いわゆる図にが地図と呼ばれる、この図は ニューズ川沿い色小遺族のパッケリウキニック集落で、ルーノックから来た4人の服を着た男たちがまだ生きていることを報告している。1609年のロンドンでは、ゲパノカンと呼ばれる州長の下で、明らかにパッケリウキニック集落で生活しているロアノークから来たイングランド人に関する報告がある。ゲパノカンは、ロアノークから来た4人の男、2人の少年、および1人の若いメイドを、 どの作業者として抱えていたと言われていた。この一人の若いメイドはおそらくバージニアデアを指しているものと思われる。バージニアデアの数奇な生涯はロアノーク植民地の謎めいた消失と相まってアメリカの大衆文化の中に少なからぬ影響を与えた。学術的なものからありそうにないロマンスまで多くの著書や記事がこれをモチーフに書かれ、かつて ロアノーク植民地があったノースカロライナ州、デア郡をはじめ、多くの場所がデアと名付けられた。ピュリッツァー賞を受賞した脚本家のポールグリーンは、バージニアデアの生誕350周年にあたる1937年にザ・ロスト・コロニーを表した。これは、音楽、ダンスと演技を組み合わせ、不幸に終わったロアノーク植民地での想像上の出来事を物語る壮大なドラマになっている。 ロアのク島のローリートリデにある、ウォーターサイド劇場で演じられ、第二次世界大戦時の中断はあったものの、ほぼ毎年夏に公演されている。ありがとうございます。